で今日はですね、ちょっとまあ弦、この弦についてちょっとまあお話しできたらなって思います。弦の話ですけど、この弦、これも選べないのがいっぱいありますよ。僕がギター始めた時ってさ、そんなに、まあそれでもあったけど種類はいっぱいに比べると、今倍どころの差じゃないと思うんですよ、種類。メーカーもそうだし、まあ海外メーカーで言うと、まあ超大手はやっぱアーニーボールとか、ダリオカだと。まあ国内メーカーだと昔からヤマハさんとか、まあ多分 ESP さんとか、まあ大体日本のメーカーの方も独自の弦出してたりとかもするし、あとその同じメーカーの中でも材質違い。今、あともう一つ、今流行ってるコーティング弦っていうのがあって、まあ、こういう弦に少しコーティングをしてですね、弦が長持ちするようになってるっていう弦も売られてるんですよ。まあ、ちょっと値段上がるけど。で、そういうのもある。で、どれを使えばいいの？それもね、ピクトナイズです。試すしかない。これだと思ってます。まあ、大体エレキギターの場合だと、多分楽器屋さんで、まあ、楽器を買ってついてくる弦は、多分、10って言われてる、010っていう書いてある、なんだ、レギュラーか。レギュラーってやつが多分一番多いかなと思うんですけど、まあそれを基準にしてもらって、まあそれを一回弾いて、で、いやもうちょっと細い方がいいなと思ったら、09とか言われてるですね、009とか書いてある弦に下げるとか、まあもうちょっとこう、太い弦の方が弾きやすいかもなと思ったら、まあその上か、011とかいうやつかな。に変えたりとか、それもね、試すしかないと思います。で、またそれも、その、どういう音楽をやりたいかと、どういう音を出したいかとかによって、それも微妙にサイズと素材とかも変わってくるけど、それもですね、これもね、試すしかないから。あと、ギターとの相性っていうのもあって、今日はなんかよくわかんない話してるし、答えもないんですけど、まあ、言いたいのは、試すしかない。近道じゃない。うん、それだと思ってます。まあ一応僕のそのギターの弦の一応使って、何を使っているかを言いますと、僕一応メイン、今、エレギター3本なんです、持ってるの。まあ、このギター1本、レスポール。で、あとその冒頭に、そのちょっとほら、軽くミュージックビデオの中でしょ？ダーン、ダーン、ダーンとかやってるやつ。あれのギター、赤いギター僕持ってるんですけど、あれが僕一番好きなギターで、あれ、ギブソンの ES355 っていう、ちょっとこう、ね、ちょっとこう、ボディの大きいギター。がもう一本。で、あともう一本、ファイアバードっていう、ちょっと形がこう、ふにゃふにゃってなってるこうギターがあって、で、それの3本が僕のギターなんですけど、ちなみにこの3本とも弦ね、全部バラバラなんです。ゲージが、太さが。メーカーは僕はダダリオの、弦を使ってます。ダダリオでもコーティング弦とかじゃなくて、一番シンプルな、何シリーズっていうんだっけな。一番よくあるやつ。あんま名前覚えてないからね。それを使ってます。で、レスポールは、010って書いてるやつからの弦を使ってます。で、赤いその ES355 っていうこう、ひょうたんみたいなギターには、これはちょっとミックス弦、なんかごちゃ混ぜ弦みたいになってますけど、ここだけ、この細い弦だけ細い090からスタートする細い弦貼ってて、で、こっちの太い弦は、その10っていう、もう一回り太い弦のここだけを使ってるんです。だからこっちが細い、こっちが、まあちょっと太いみたいな感じの設定。で、もう一本ファイアバードを持ってるんですけど、そのギターは、これは、なんだろう、昔僕ギター始めた時にはなかったサイズなんですけど、09って言われてるその細いゲージと、10って言われてるその、まあ、レギュラー、普通だろうと思われてるそのゲージの合いの子に、095とかいうのにもあるんですよ。うん。で、その間、ちょうど間、全弦だからそのちょうど微妙にこの間になってるやつがあって、で、それを貼ってます。で、なんでかっていうと、それもね、3本ともいろいろ貼ってみたんですよ。全部試すしかないから。一回やってみて、試して、あ、違う、これかな、これってやって、で、行き着いた結果が、そんな感じなんです。なんか、たまたま僕はそういうやり方になっちゃったっていうか、やってて、なんかそれが自分には心地よい、弾きやすい、気持ちいい。まあ、あと、まあ自分の望んでるような音が、こう、弦も含めて、全部のバランスとして出てくるっていうところの基準で考えて、そこに行き着いたんですけど、でもやっぱりね、ギター人生、だいぶ長いので、
いろいろ試してますし、コロコロ趣味も変わってる。昔は太い弦張った時もあった、一時張った時もあったし、そんなこともあったけど、今はこれに落ち着いています。で、なので、今日なんか何のこっちゃって話してますけど、言いたいのは、弦もピックも試すしかない。試してください。いろいろと、ね、情報はYouTube とかでいろいろ調べられるけど、実際にやっぱ弾いてみたりとか触ってみたり使ってみないと分かんないことってあるじゃないですか。だからでもそれって重要だと思ってて、そういう経験値みたいなやつってやっぱね、実際に見るだけの情報よりもやっぱ確実、自分にとっちゃ確実だから、それはぜひですね、やった方がいいかなって思います。あともう一つ、僕ね、一応ね、弾いた後僕結構ね汗かく人なんですよ、手に。で、まあね、結構こう、特にライブとかやると、僕ライブね、こう、おとなしく立って弾いてるタイプじゃないんですよ。結構飛び跳ねたりとか、まあ寝転がって弾いたりともするし、客席に突っ込んでたりとか結構してるんですよ。だからもう、ライブ終わったらもう汗だらけになってるんですけど、まあだからもう汗だらけなんですよ。でもそれでも弦、ね、そんな、しょっちゅう変えられる身分だったらいいけど、そんなもったいないから、やっぱ持たせるじゃないですか。で、その時に一応掃除はしてます。で、僕これ使ってるんです、これ。GHS でいいと思うんだけど、読み方、GHS かっていうメーカーの、こういうなんかね、弦を掃除する、こういうのがあって、これで、まあ弾き終わったら、こう弦をこう上からこう、拭き取る。掃除して、ぐらいかな、ケアしてるのは。これで、一応汗とか、汗についてる油分だの、ホコリだの、掃除してる。まあ、これぐらいかな、自分でやってる、こうケアっていうか。なので、まあ、もしよかったら、まあ、ここのメーカーだけじゃなくても、他にも今、掃除道具出てると思うんで、まあ、皆さん練習してね、いっぱい汗かいたりとかしたら、まあ、一回拭いといてあげると、少し弦の持ちが良くなると思います。じゃあ、今回はこんなとこかな。で、またねー。